あっちに戻るんだね。母さんの顔も見れたし、向こうで友人たちと予定もあるからね。友達に恵まれたみたいだね。なんだか楽しそうじゃない？うん、はちゃめちゃなところもあるけど、みんないい人たちなんだ。へえ、それはよかった。今度予定があったらこっちに遊びに連れてきなよ。いいねそれ、私も興味があるね。わかった、みんなに聞いてみるよ。それじゃあ、またね。ヨウム、ずいぶん怯えてるわね。そういえば、昨日の晩も。ねえ、レイム。どうしたのヨウム？ごめんね。ヨウムなんかよりも、レイムの方が怖い思いをしたのに。助けに行けなくてごめんだよ。言って言って、その気持ちだけでも嬉しいよ。あれ、どういう意味だったんだろう。ヨウムもマリサも、階段下から眺めてただけよね。何か怖いことがあったかしら。もしかして、私の突き迫る階段を降りる姿が怖かったってことかしら。朝だな。そうね。やっとって感じだけど、ねえ二人とも。ちゃんと眠れた？いや、無理だろう。あの緊張感じゃ。やっぱりそうよね。まあ。あとはここから帰ったら、気を取り直して夏休みをエンジョイしようぜ。うん。少しゆっくりしてからね。そんなこと言うなぜ、帰ったその足でカラオケでも行こうか。なあ、ヨウム。どうした？さっきから無言で。大丈夫か？うるさいにょん、にょん、にょん。大丈夫なわけないにょん。ヨウムもレイムも。とんでもない怖い思いをしてる。マリサにはわからないんだにょん。ねえヨウム。怖い思いって何？あなたとマリサは、ずっと下にいたんでしょ？そうだにょんよ。下から見てたんだ。今だって、見てる？今、何を？ヨウムが何を言ってるのかわからない。あの時、ヨウムは下にいた。けど、ずっと見てたんだにょん。階段を登る私をよね？最初はね。けど、霊夢が階段を登り切ったくらいに、見え出したんだにょん。はぁ、見え始めた。何か、怖い、聞きたくない。けど、昨日は二人が私の話を聞いて、そして信じてくれたおかげで私は救われた。どんな話かわからないけど、最後まで聞くわ。何か見えたの？影、だと思うんだにょん。影？そうだにょん。はじめは霊夢の影かと考えたんだけど、霊夢の動きが止まってる間も、その影は動いていたんだにょん。私とマリサ、そして霊夢の影以外に動き回る影が3つ。いや4つはあったにょん。何よそれ？冗談よね。いや、霊夢の感じからして。あそこには、私しかいなかった。それに4、5人も動き回れるようなスペースはなかったわ。それは、わかってるにょん。あの影は人じゃない。おかしな動きをしたんだにょん。どういう意味なのぜ？影が雲みたいに、壁に張り付いていたんだにょん。そしてもぞもぞ動いて、それで、はぁ。ヨウム、しっかり、ゆっくり深呼吸するのよ。ふう、ごめん、落ち着いたにょん。あれは人じゃない？人の形はしてるけど、違うんだにょん。言いたいことは、わかるわ。人の形をした何かが、壁にいたってことね。うん。影があったってことは、何かがいたのかしら。ということは、そんな得体の知れない存在がそばにいるときに、私は残飯を食い漁っていたってこと。もしかしたらあのガリガリ引っかく音も、扉の向こうじゃなく、すぐそばで鳴っていたの？あの呼吸音も。
ごめんマリサ。さっきは取り乱してひどいことを。いや、私は大丈夫なので、大変だったんだな。気づけなくてこっちこそ悪かったのぜ。一つ聞きたいんだけど、ヨウムさっき。今も見てるって言ってなかったか？いや大丈夫。あれは、そう、錯乱してたんだにょん、えへへ。ごめんごめん。そう。なのぜ、嘘。あんな見え見えの嘘だけど、無理に聞き出そうとしない方がいいわね。あれだけ正直に話したヨウムが隠すんだもの。きっととんでもない。みんな、朝ごはんの用意ができたわよ。準備できたら広間に来てね。はいなのぜ。それじゃあ行きましょうか。辞めることも伝えないといけないしね。そうだな。ヨウムは朝食は遠慮するにょん。ちょっと調べ物をするから。朝ごはんは食べなきゃ。元気でないわよ。食欲もないし。あんまり時間もないから。二人で行ってくれだにょん。はぁ、バンキちゃんにおにぎりでも作ってもらえるよう頼んどくのぜ。うん、ありがとうだにょん。朝ごはんを抜くなんて、信じられないわ。あんなことがあったってのに。お前はブレないな。感心するのぜ。えへへ、皮肉だよ。しかしあれだな。これから辞めるっていうのに。朝ごはんを普通に食べに行くって。結構おかしいよな。おはよう。よく眠れた？遅れてすみませんなのぜ。こら霊夢、シャキッとしろだぜ。ごめん。さあ。こそこそ話してないで席に着きなさい。はいなのぜ。おはようみんな、あれ？ヨウムちゃんはどうしたの？ヨウムは体調が優れないみたいでな。よかったら握り飯でも作ってもらえないか？そうなんだ。心配ね、わかったわ、準備しとくね。ふう、ごちそうさまでした。霊夢のやつ、さっきあんな感じだったってのに、相変わらず美味しそうに食べたな。さあマリサ、ヨウムを呼びに行きましょう。おかみさんに、話をしなきゃ。そうだな。ヨウム、戻ったのぜ。はい。電話中か。はい。今日がいいんです。本当ですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。ヨウムのやつ帰ったらどっか行くのか。慌ただしいな。ヨウム、おかみさんに話しに行くわよ。霊夢にマリサ。わかったにょんよ。あれ？おかみさんいないわね。さっきはいたのに、どこに？もしかしてあそこに？思い出したら気分が。一体あれだけ大量の残飯の山は、どれだけの月日を重ねて、積まれたんだろう。今日でここを去るんだ。早く忘れよう。バンキちゃん、おかみさんはどこなのぜ？おかみさん、この時間だと、お花の水やりかな？多分すぐに戻ると思うよ。そうか。ありがとうなのぜ。ヨウムちゃん体調は大丈夫？すぐにおにぎり作るから。ありがとうだにょん。バンキちゃんともお別れか。せっかくお友達になれたのに。あれ？あんたたちどうしたの？こんなところで掃除のせずに、そんなんじゃお給料払えないわよ、なんてね。おかみさん。お話があります。よろしいですか？なんだい？深刻そうな顔して。私たち、今日でここを辞めさせてもらいたいんです。あんたたち、大変勝手な申し出なのは理解しています。お願いします。そうかい。わかったよ。本当にもう、しょうがない子たちだ。
すみません、お給料は日割りで計算して用意するわ。その間に自分たちの部屋をきれいにしておいで。準備ができたら声をかけてね。なんか、思ったよりあっさりだったな。そうだにょんね、辞める理由とか。もっと疲れるかと想像してたにょん。まあ、とりあえずよかったじゃない。荷物は昨日のうちにまとめてあるから、掃除だけパッパとやっちゃいましょう。そうだな、始めようぜ。こんなところかな？仕事が終わったら海に行ってばっかりだったし、疲れてすぐ寝ちゃってたから。この部屋はあんまり汚れてなかったわね。よし、それじゃあ。そろそろ出ようぜ。そうね。挨拶に行きましょう。短い間でしたが、お世話になりました。ご迷惑をおかけする形で去るのは心苦しいですが、ありがとうございました。ありがとうございました。こっちこそ、短期間だけどありがとうね。これ、少ないけど。これは、お給料と、ここで作ってるお守りみたいなもんよ。受け取ってね、ありがとうございます。みんな、突然のお別れなんて寂しいよ。楽しかったよ。元気でね、これ、みんなの分も作ったから。おにぎり。お腹が空いたら食べてね。ありがとう。だにょん。バンキちゃん。本当に行こう。それじゃあ、そろそろ出ようぜ。駅まで、送って行こうか。いえ、自分たちの都合で辞めるんです。そこまでしていただかなくて結構です。バンキちゃん、タクシー呼んでもらえる？はい。みんな、元気でね。なんだか感動の別れ、みたいな感じだけど。私たちはただ逃げ出してるところなのよね。今、2階の窓に、何か。もういいわ。だって、ここから離れるんだから。そういえば、サナエにも連絡しないとな。確かにそうね。状況が変わったって言わないとね。運転手さん、すみません。なんだい、お嬢さん。目的地変更です。ここまでお願いします。はぁ、大丈夫かい？結構かかると思うよ。はい、大丈夫です。そうかい、それならそっちに向かうよ。二人も一緒に行くにょんよ。どこに？ヨウム、どこに行くつもりなんだろう。聞きたいけど、今朝のあの剣幕を見ると、ちょっとためらっちゃうわね。後ろを走ってる車、お客さんたちの知り合いかい？あれって、旅館の軽トラじゃないのぜ？そうね。何か忘れ物でもしたかしら？すみません運転手さん、一旦車、止めてもらえますか？了解。お前ら、そのまま帰ったらダメだ。それはどういう？帰らないにょんよ。こんな状態で、帰れるわけないにょん。何？どうしたのぜ？霊夢ちゃん、あそこに行っただろ？なんでわかるの？監視カメラ？いや、そんなものはなさそうだった。はい。ごめんなさい。はぁ、やっぱりな。
このまま帰ったら、完全に持っていかれちまう。なんであんなところに行ったのか。下手に興味もたねえようにと話さなかったのが、裏目に出ちまったか。悪かったな。霊夢、これからお祓いに行くんだにょん。大丈夫だにょんよ。もう連絡だって。してあるから。なにこの感じ。なんか想像してるよりまずいことになってるの。はぁ、あ、浅野は、その電話だったのか。お祓いだと？そうだにょん。ヨウムちゃん、もしかして見えてるのか。ヨウム、見えてるって何？ごめん、言えない。にょん、どうしたんだぜヨウム。朝からずっとコソコソしておかしいのぜ。よせマリサちゃん、この子はお前たちのためにも動いてたんだ。でも二人にはまだ見えてないんだろ。一番危ないのはこの子だ。でもどうして、あそこに実際に入ったのは私なのに。そうだな、でもジョーちゃんには見えてないんだろ。うん、何のことか。何が見えるんですか。さあな、俺にはわかんねえんだ。聞きかじった知識が少しあるだけだ。はぁ、なんか容量を得ないのぜ。だけどヨウムちゃん、お祓いに行ったって、なんともならんと思うぞ。どうしてですか。詳しくは言えないが、前にも似たようなことがあったからな。でも、やってみなくちゃわからないにょん。それはそうだが、失敗したらもう、時間がないぞ。ならどうしたらいいんだにょん。うわぁーん。ヨウム。あの、結局どうするんです？運転手さん、この子らはここで降ろしてくれ。それでいいのかい？ああ、料金は俺が払おう。はぁ？ジョーちゃんら、俺がなんで追いかけてきたかわかるか？今の話をするためだけじゃねえ。ことの発端を知ってる人まで、案内してやる。先方には話を申してある。すぐに連れてこいってよ。時間がねえんだ。俺を信じてほしい。はい、お願いします。ヨウム、一人で抱えてたのね。それなのに気づけずに。それじゃあ、二人は悪いが荷台に乗ってくれ。あばばばばばば、痛い。マリサ、なんか緊張にかけるわね。さあ、着いたぞ。いいか、自分たちの命がかかってるんだ。失礼のないようにな。ここに、一体何か。